さて、そうしますとここにも見慣れた2-5があるぞとね。で、これはどういうふうに考えているかというと、ネイティブのコード進行だと C7、Bb7 だったじゃないですか。で、サブドミナントって4番ってもともとはドミナントの5番だった部分が細分化したって考えていいんですよ。で、4番っていうのはもともと5番がちょっとこうカラフルになるために細かくなったものっていうふうに考えてよろしい。そうするとここの空10小節目のここの2小節間のもともとの役割はですよ、全体がドミナントの5番の役割であったのだなっていうふうに見てしまって構わないところなんです。だから5番4番だったっていうことよりは、全体が5番だったものをこの5番を生かして2-5に分割したというふうに考えてよろしいかと思います。それなのでまたここに2-5が出てきていますよ。で、1番に向かっていくということになりました。さて、一番最後なんですけどね、ここに出てきたこの D7 というのは何だって話なんですけど、もうこれ典型的なコード進行で、ここの次に出てくる Gmをやっぱり仮の1番と見た、これと全く同じですよね。こういうドミナントモーションをしていますという話になってきます。ここでのポイントは、次に出てくるコードを目的地として、その前に置かれた道筋というふうに見ると、随分とそのコード進行の仕組みというのが分かってきたというふうに言ってよろしいかと思います。